エンタメ劇場の主役はこの俺、沢渡慎吾様だ。というわけでね、いやー来ました、沢渡慎吾様、素晴らしい。アーク5屈指のネタキャラクターでございましてね、ファンも多いんじゃないでしょうか。沢渡慎吾さんのキャラクター評価をやっていきましょう。今回もラジオ動画やってますんで、なんかやりながら聞いていただければと思います。で、慎吾さんどういうキャラクターかっていうと、最大手のデュエルスクールレオデュエルスクールに通うゆうやの同級生であると。で、市会議員の父を持ち、あのパパはね、次の次期市長と言われていますね。はい。で、傲慢で、あ、嘘か本当か分かりません。で、傲慢でわがままでナルシストだが、デュエルの腕は悪くないと。ないと。で、妖戦銃とか魔化機関といったデッキを器用に使いこなす。めちゃくちゃね、デッキいっぱいあるんですよ、彼。まあ、後で話しますけど。で、ゆうやとのデュエルを通じて、エンタメデュエルに目覚めるが、目立ちたがり屋という、もともとの性格もあって、ギャラリーからの受けはかなりいい。ギャラリーっていうか、ファンからの受け？めちゃくちゃいいですね。なんか、アーク5は沢渡ファンが多いっていう印象がある。元気で、しかもなんか、なんだろう、フラグすぐ建築して、フラグ回収したり、なんか、セルフ BGM を使いこなしたり、何かとね、話題を持っていってくれるキャラクターなんですよね、彼は。で、まず人間性評価なんですが、まずね、にじみ出る小物臭ですね。にじみ出る小物臭星5。あのね、調子に乗ってボコられるっていう、本当になんか典型的なカマセイヌみたいな動きするんですよ、アーク5ではね。すぐ調子乗るし、なんかすぐ調子乗って発言するけど、普通に弱いし、負けるし、まあデッキ的には強いんだけどね、はい。まあ、ネタキャラクターとしては非常に優秀ってことですわ。で、セルフ BGM、 草笛吹けるんですよ。 BGM 星5ですね。セルフ BGM って吹けるキャラクターって大体やっぱ愛されるキャラクターが多くて、例えばまあ桐生さんですね、満足さん、桐生京介さんとかカイトさんとか、結構セルフ BGM って言われて遊戯王のなんだろうな、伝統芸能みたいな感じになってるんですけども、アーク5のセルフ BGM は沢渡ですね。沢渡さんがセルフ BGM 枠で、名前の長さ、あ、星5、これね、すごいね、変形すんの、名前が。最初出てきた時は、沢渡って名乗るんですけど、次はネオ沢渡って名乗りまして、で、その次、ネオニュー沢渡って名乗りまして、で、次、スーパーハイパーアルティメット沢渡みたいな、ちょっとなんか、うろ覚えだけど、なんかこんな感じのこと言ってましたね。で、ちなみに、リンクスでは、スーパーウルトラハイパーギガリンクス沢渡って言ってましたね。はい。語彙力が小学生なんで、仲間意識を感じるんで僕は好きですよ。はい。で、カードプールですね。カードプールね、すごいんですよ、彼。使用してるデッキタイプがね、本当に多岐にわたりまして、作中でも主に3パターンありますね。ミカド。最初はミカド。で、次が妖戦獣、次が魔化劇団って感じで、なんかデュエルタクティクスは相当高いですね、彼。まあ、負けるんですけどね、結構。勝率は多分 30% くらいしかないんで。作中でも。あんまりなんですけども、デッキの使いこなし方はすごいっていう。で、パパへの絶対的信頼度。星5ですね。すぐパパに言いつけようとするんですよ、彼。なんで、あんまりいただけないかなって思ってますね。なんか困ったらとりあえずパパに言いつけてやるって言うんで。ここからもやっぱりこの小物臭がね、にじみ出ますよね。パパの、ちなみにルックス？パパのルックスはティアーゴーク。で、お次はスキル評価なんですが、スキル評価はね、結構ね、面白いスキルが多いかなと思ってて、まあ、妖戦獣とか魔化劇団をサポートしてくれるスキルが多いんで、まあ、全体的な評価は星4くらいまであるんじゃないかなと思ってますね。そこまでね、ぶっ壊れスキルっていうほどのぶっ壊れスキルはまあ、ないんだけど、なんだ、専用デッキをサポートしてくれる妖戦獣とか、サポートしてくれるスキルが優秀なやつが多い。特にね、沢渡劇場の、開幕っていう、このスキルですね、自分のライフが1500減った後に好きな妖戦獣をドローできる、もしくは好きな魔化劇団をドローできる。で、さらに、魔化劇団か妖戦獣モンスターが9枚以上存在していれば、ペンデラムゾーンが追加されるということで、これすごい強いです。はい。あとは、ネオニュー沢渡あたりですね、これ。これあ、これカード見えねえな、ちょっと待ってな。画面消そう。これで、妖戦獣の神下ろしっていう、これデッキからレベル5以上の妖戦獣加えるか、ウレン神獣、サレン神獣を1枚ずつ選ぶか、選んでおくか、みたいな。結構ね、強い、カードなんですよ。これ要は、このカード1枚でペンデラムスケールをセッティングできるっていうカードなわけで、まあ、これ、カードで欲しかったなってちょっと思うんだけど、まあ、スキルで一応使えるようになりました。2000ライフ減った後のちょっと若干弱いですけどね。はい。まあ、1枚が2枚になるんで、まあ、悪くはない。非常に強い、まあ、スキルになるんじゃないかな、というふうに、思っております。
で、上からやっていくんですが、汎用スキルはね、そんな強くないね。汎用スキルはそんな強くないけど、まあ、あの、雇用スキルが強いから。アタックバースト、これは、自分のターンで数えて3ターン目までに一丁だっけ、打点を500アップして、でこのターンの終了時にそのモンスターの攻撃力が0になるっていうことなんで、まあ、ワンキルするのに使えますね。ワンキルするのに使うか、まあ、もしくは射出するか。あのこの間ダークガイアの先行ワンキルデッキ多分組んだんで、まあ、動画出してると思うんだけど、まあ、それに使ったらもうこのスキルですね、はい、割と悪さはできます。あと0になるっていうのも強いんで、例えばアマゾネスの剣士とかああいうモンスターの打点をなんか0にできるんでうざいことはできますね、はい。で、LP 増強良くて根性良くてサバタ銀城の配属、さっきやったネオサバタリ、これはね、あのミカドカードを魔法カードだったら、アドバンス召喚に成功したモンスターが存在する場合、デュエル中に魔法カードを帝王の闘士に変える、もしくはトラップカードを帝王の闘士に変えるっていう感じですね。帝王の闘士に変えてミカドデッキで遊ぶのは結構楽しいと思いますね。あの闘士はアドバンス召喚したモンスターが何の効果も受けなくなるっていうすごい強いトラップなんで、あと、あの、陶器は、フィールド上のセットされたカードを、破壊できるよっていう効果なんで、これが結構ね、あの、両方とも強いんですよ。ミカドデッキ にとってはね。で、まあ、陶器の方が、まあ、基本的には、制圧能力が高いが、あの、除去能力は陶器の方が高いんで、まあ、割とこの辺は使い分けって感じかな。まあ、このスキルはなかなか優秀なのかなというふうに思っています。で、ネオニューサワタリ、さっきやりましたね。で、ヒャノ奇跡ペンデュラム召喚は、あの、汎用スキル、例の。で、ペンデュラムエクストラチャージは、自分のペンデュラムゾーンにカードが2枚存在する場合、そのうち1枚を選んで、元々の持ち主のエクストラデッキに表側表示で追加する。まあ、ペンデュラムカードをどかせるってことか。で、このスキルは使用するターン、自分はペンデュラム召喚以外の特殊召喚を行うことができないと。これもまあ、結構強いっすね。あのペンデラムゾーンにカードが2枚以上存在している場合で、どかすこともできますし、あとあの単純にエクストラデッキに送ってからまたエクストラデッキからあのペンデラム召喚できることが あると思うんで、要はあのペンデラムゾーンのモンスターをペンデラム召喚したい場合に使うことがあのできる、まあ、スキルかなと思ってるんで、悪いと悪くないかなって感じですね、このスキルね、はい。まあ、今後またなんか悪さしそうな気がしますけど。で、でペンデラムドラフト、自分のライフポイントが2000減った後に自分のエクストラデッキから表が表示のペンデラムモンスターイーターを手札に加えるよ。で次の自分のターンの終了時まで、そいつの効果は発動できないんだけど、ペンデラム召喚以外では特殊、まあ、ペンデラム召喚だけはできるっていう感じだね。まあ、これはあのゆうやくんのペンデラムゲイザーみたいな感じの感覚ですかね、はい。まあ、あの2000ライフなんでちょっと難しいですね。最近やっぱ2000ライフになってきました。コズミックサイクルの1枚であのスキルが発動されるっていうことに気づきました、運営はやっとね、やっと気づきました。なんで、まあ、あの2000ライフになってますっていう、はい。で、ペンデラムブースター、自分のペンデラムゾーンに2枚のカードが存在する場合、自分のフィールド上の自分のモンスターすべての攻撃力は自分のターン中のみ自分のペンデラムゾーンに存在するペンデラムモンスターカードのうち最も高い数字のペンデラムスケールかける50アップする。これは一応11が最高なんですよね、多分あのペンデラムスケール、あの要線銃はなんで550とか上げることができるんで、しかも全部ね、あのそこそこ強いですね。サーチが来たら強い。あのね、ペンデラムモンスターをサーチできるやつがいるんですよ、予選中には。まだリンクスには来てないけど、サブローカゼってやつがいてさ、そのサブローカゼっていうやつが来たらまたこれはこれで面白いスキルになるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。打点がめっちゃ上がるんで、はい、全員が2000上がったらすごい強いと思うんだよね。で、お次は魔界劇団の順番、出番待ちか。手札の魔界劇団モンスターを2枚までエクサデッキ戻し、自分のエクサデッキに表が表示で加える。で、このスキルはデュエル中に等しか使用できない。また闇属性のペンデラムモンスターが9枚以上存在するデッキを設定してデュエルを開始した場合、自分のフィールドにペンデラムゾーンを追加するということで。魔界劇団モンスターたちがまだ全然来てないんで、まだまだ使えませんけど、あの魔界劇団はね、なんかね、本当にまあ、ザ・ペンデラムテーマなんで、ペンデラムモンスターばっかりいるんですよね、あれ、確か。なんで、まあ、これはちょっと、あの、魔界劇団、あの、来てから考えましょうか。今まだわかんないですわ。で、ビッグスター、これもそうですね、魔界劇団カード。デュエル開始時に自分のデッキに魔界劇団ビッグスター、それからオープニングセレモニーに1枚ずつ追加するよ。自分のエクサデッキに魔界劇団ビッグスター1枚以上含む表側の、魔界劇団モンスターが3枚以上存在する場合、デュエル中に1度のみ、デッキまたはエクサデッキからビッグスター1枚を手札に加える。その後、デッキに1枚戻すと。で、闇属性のペンデラモンスターがどうちゃらこうちゃらっていう感じなんですけれども、もう長いよね。もうなんか読むの疲れ。なんかちょっと1個だけ言わして、ペンデラム界のキャラクター、アーク5界のキャラクター解説するの疲れます。テキスト多いんで、あのもうちょっとシンプルにならんかっていうことだけ言っとくわ。
まあ一応ねこのマカギ団があの来てからのスキルなんで、これもマカギ団来てから考えましょうか。はい、妖精ロストトルネード、伝説のスキルがね伝説のスキルがね実装されましたね。ちょ妖精ロストトルネードっていうのは何なのかっていうと、あの沢渡りレジェンドコンボ、なんかそのペンデラム召喚で相手のモンスターめっちゃバウンスしながら、なんかトラップカードなんだっけな、めまい風って言ったっけな、めまい風でなんかその相手のカードがデッキバウンスされるみたいな、手札じゃなくて、なんかすごい強いねあのコンボがあるんですよ。それで妖精ロストトルネードっていうんですけどあこの、スキルが実装になりました。これ修験の勇者っていうカードを1枚選んで、カウンターを乗せられますよっていうスキルですね。あの妖精呪文者の数だけ、まあ、要はこのカウンターが加速できるんで、これで妖精呪カードをサーチしてこいみたいな、まあ、そんな感じになってますね。あの3つ取り除くことによって妖精中カード何でもサーチできるんで、このカードね。なんでまあちょ手札4枚からちょっときついなとは思うけど、まあ一応あのこのカードも別に弱くないし普通に強いから、悪さはできると思うよこのスキルでもね、うん、あの修験の容赦は引かないといけないけどね。はい、っていう感じですかね。スキルはスキルとっても優秀です。はい、まあ俺が一番今のところ強いなと思ってるのはこれだけどね。開幕妖精獣カード好きなやつドローできるっていう、これが一番強いかなとは思ってるけど、まあ、今後いろんな、まあ、カード実装されてどんどんぶっ壊れていくような気はする。はい、で次はレベルアップ報酬ですね。レベルアップ報酬はまあ星3くらいかなっていう感じですね。まあ、ウレンシンチュウっていうこのモンスターが強いくらいかな。あとは別にそんなに、まあ、闘志も今更いらねえし、だからこういうさもうさすでにあるカードで潰すなんて言ってんだよな。もうすでにこれ実装されていまして、多分チケットとかちゃんとあの持ってる人だったら多分3枚持ってると思うんですよ。まあ、ちなみに俺は3枚持ってます。なんで今更いらねえです。新しいカードくれ、くれるんだったら。まあ、ただ一応このウレンシンチュウがちょっと強くて、あのペンデラムスケール11にできるよっていう効果なんですよね。まあ、あのペンデラムスケールを11にしないとペンデラム召喚できないよっていうあのレベルしてるんですよ。妖精獣って例えばこれ大爆発じゃない、間違えた、一つ目のムラジとかこいつとかレベル10なんで11にしかできないから、まあ、この辺は結構強いかなっていう。まあねパックなんだろうな、神おろしとかはパックなんだろうな、サブロー風とか、うん、そんな感じするわ。まあ一応まあウレンシンチュウくれただけでも優秀なんで、まあ星3くらいあげてもいいかなっていう、まあそんな感じですね。で有能なキャラクターではあります。全体的には非常にね、あの専用デッキをあの回すにはとっても最適な匂いがするんで、まあ妖精獣といえば今まではなんか闇遊戯とかあとなんかあれだったな、あの闇のゲーム妖精獣みたいなのあったね昔ね。まあ、今は多分もうないけど、なんかそういうことになっちゃうとやっぱりキャラクターゲームの意味をなしてないんで、まあ、こういうね、まあ、非常にそのキャラクターとしては優秀なスキルがたくさん実装になっているこの今のデュエルリンクスの環境というか、まあ実装方針というかは僕はすごく好きですね。これからもこれは続けていただきたいと思ってます。ただし手抜きのテキストで、なんかあの意味不明、日本語ではないコンマイ語でスキルを書くのやめてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。オッケーオッケー、この俺様に任せておきな。いいキャラクターだね。